シリルよ、これから貴様を確実に死の国へ叩き落としてやるぞ。この世持つ平坂からな。さらばだシリル。何か祈りのような。シュお願いします、シリュウ。サボカ無声の拳でよせ、デスマスク。あああの小娘、ずいぶんお前のことを思っていたようだったな。感謝しろよ。これで二人揃って仲良くあの世に行けるのだからな。俺は慈悲深い男なのだ。ハハ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 ハ。お前に対して一かけらの情け容赦も持たん。何バカな、シリューからゴールドセイントをもしのぐほどのコスモを感じるとは。一体今俺の地一滴までもが沸騰しているのだ。俺は竜の逆鱗に触れたのだ。シリュー、今度こそ確実に死の国に送ってやる。二度と戻ってこられぬようにダメージを大きくしてな。どうだ、悪を懲らしめるという命のもとに子供たちの命を奪い、さらに罪もない少年の清らかな愛を蹂躙した。お前に対する怒りが俺のコスモを燃えたぎらしたのだ。意味もなくお前に殺された多くの人々の悲しみを込めて来たデスマスク。俺の竜の血がお前を倒すために沸騰しているのだ。小僧、あの春霊とかいう小娘を死なせたことがそんなに悔しいか。命でも次から次へと生まれてまた消え去っていく罪のものを全てにやるよ。暴れてほしく目が勝利を奪うと命の何を知っている。竜神は最も大切な鱗に触れた者を情け容赦なく大いなる怒りを持って滅ぼすという。お前は俺が大切に奪う者を無残に踏みにじった。俺の命が絶えるまで俺の怒りが消えることはない。それだけか。平坂の二度と蘇生することができないと言った。今夜はお前の宇宙なんだ。昇竜お前にとってあの小娘がそんなにも大切なのか。人間的な温かさを教えてくれ。それが老子、そして春霊なのだ。いいくらお前の全コスモを燃やして攻撃してこようと決定的なダメージを与え、一撃で決める。ゴールドクロスのフットが自然に外れるとは。足の骨が折れた。おそらくゴールドクロスの意志。クロスは正義のためだけのプロテクターだ。悪に染まったお前をクロス自身がゴールドセイントと認めなくなったということだ。バカだ、キャンサーのゴールドクロスが全て俺から離れただと。終わりだな、デスマスク。クロスがない今、お前はもはや丸裸も同然。しかし、いくら同情の余地もない男とはいえ、そんな無防備な相手に手を下すなど、
この死竜の誇りが許さない。さあこれで対等だ。あとは互いのコスモの力のみが勝敗を分ける。バカめ、お前は俺を倒せる唯一のチャンスを無にしたのだぞ。コスモの勝負ではゴールドセイントの俺の方が上だ。俺のコスモは確かにまだブロンズセイントの息を出ていないかもしれない。だが悪を滅ぼす真のセイントならたとえ一瞬でも俺のコスモはゴールドセイントの息まで高められるはずだ。ならば俺も試すとしよう。死の国へ誘う赤色冥界波を死の国で使うとどうなるかをな。いいか、俺は正義は通じんと正義は知らぬお前だ。アテナの戦闘を言うよ。ゴザン昇竜だ。平気になるなよ。コスモをゴールドセイントの域まで高めるつもりか。エリューよ、なぜクロスを脱いだのだ。どうして聞いたのか。しかし己の命をギリギリの極限まで高めに、究極のコスモは発揮できない。バカめ、死と紙一重となったところでたやすく奇跡など起こせん。お前の魂を引き裂いてやる。ドザン投入。貴様、巨階級で正義がどうとか言ったな。ブロンズセイントに正義の何がわかる。正義の定義など時の流れによって変わるのだ。おざけ、どうしもおっしゃっただ。ドザン投入。真の正義とは普遍のものなのだ。くらえ、赤色冥界波。なに、死ぬ決めるルナを食べやがって。バカな、この強大なコスモを。この死竜が究極まで高めたコスモで溺れ竜よ、天高くロザン昇竜だ。瞬間、うん、これはあれほど怨念のこもっていた無数の死に顔が消えている。そうか、デスマスクを倒したことでやっと成仏できたのか。あ、誰か俺のコスモに直接語りかけてくる。あの声はもしや、もし春麗は無事なのですか。よかった、老師ありがとうございました。ん、シリュウ、君まさか目が見えるように。え、見える、いつの間にか見えるぞ。そういえば以前老師に聞いたことがある。生命の源であるコスモを最大限まで高めることで肉体は治療や薬を超えた奇跡的な回復をすると。シリュウ、よかったね。きっとデスマスクとの戦いで君のコスモは最大限まで高まったんだね。ありがとうシュン。さあ急ごう、次の四死球で聖夜も戦っているはずだ。